まあ、中高生ぐらいの時に、まあ、その頃が、まあ、G とかに対する情熱が、まあ、バリクソ、情熱がバリクソ大きくて、ただただもう G に対する情熱だけで突っ走ってた時期があって、もう完全に女性で言う、言った経験が、まあ、男にもできるよっていうのを聞いて、まあ、前立腺オナニーというものを一回やったことがあるんですよ。それが、必要なものがもうゴム手袋と、ローションで、まあ、なんやかんやするうちにそれを調べて材料を揃えるのにも、まあ、台所料品を使用して結果体調悪くなって、それで使ったものは、まあ、ポリ袋とサラダ油を、ゴム手袋とローションの代用としてポリ袋とサラダ油を使って、がっつり体調悪くなって、で、まあ、本来ローションの代用に使うんやったらオリーブオイルが一番体調は良くいいままなんとかできると、そんなことで情熱たっぷりに G ばっかしてるんで、まあ、初体験に対して、初体験は23の時、まあ、去年やっと終わらせた。